あ、今日も幼稚園行きますよって言って、ねえ、8時になりました。そして9時になるとバスが迎えに来ます。おはようございます、ガチャンプで幼稚園へ着きます。幼稚園着きます。そして先生が待っててくれて、おはようございますね、今日は皆さんお遊戯の練習をしましょうとか言ってね、さあ踊りますよって言って、そしてお勉強したり何か楽しいことしてると12時になります。12時になると何食べるんだった？お給食。お給食ってんのか、そうか。あと勉強、あとね、お弁当とか。お勉強はもうそう、そのお給食、お給食の時はしながら。うん？お弁当とか。うん？お弁当食べるのか。うん、あ、お弁当ってたのか。お弁当食べるんだ。よーし。じゃあみんなにこれから時計をちょっとわかんない、これ。怖くない。作ってもらうかな。あれ。怖くないよ。作ってもらう。じゃあ先生が言ったようにやってもらうよ。え、これ幼稚園にもある。そっか、僕の。じゃあこっち見てよ。いいか、森下君見てよ。まずね、フンさん上やってごらん。フンさん上。フンさん上で、下が6。下6いいか。ちょっと下置いてみてごらん。森下君下置いてみて。それで、じゃあね、じいさんをね、じいさんをね、1にしとこ、1のところにしてよ。1。じいさん？じいさん。じいさん1のところ。じいさん？じいさんじゃない。じいさん。じいさん1だよ。じいさん 1？ ちょっと先生見えないね。これ1時。そう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 。何時これ？これ1時。そうだ！ 1 時なのこれ。よくわかったね、あなた。あの人、ってフンさん持ってないかぞ。これ1時。じゃあ今度2時を作るよ。2時の時はフンさんが上で、じいさんが2のところ。じいさん。これじいさん2だ。じいさん2だ。2時作った？作った。2時。2のとこ。2時。2時だよ。何時これ？2時。あんたそれ2時なんて3時じゃないのそれ。そうそう、そこで2時なのよ。じゃあ今度は3時作るよ。フンさんが上で、じいさんが横です。これ何時だ？何時？3時。じゃあ3時作ってみてよ、3時。3時。そうそう、3時。よし。オッケー、3時だ。今度は4、じゃあ4時作ってごらん。今度先生が作る。4時。4時、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 4時。これで何時だ？これで。これで4時だ。ふんさんまっすぐ上だぞ。ふんさんまっすぐ、そう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 、ふんさんまっすぐ上だぞ。じゃあ今度先生ね、みんなに作ってもらうの待ってるから、6時を作ってごらん。6時を。6時、こう6時合ってる、合ってる。6時だぞ。6時はじさんが6の方向けばいいの。これ6時。じゃあ今度はね、難しいぞ。9時。9時？ 9 時作ってみろ。9時って9時ってのはでも9時って思うんだけどな、子供は。 9時。こうやって持ってくんの？それってことでフンさんおかしいじゃない。フンさんはこう？こう？あんたいい性格してね、間違えてもらうってのはなかなかいい性格なんですよ。じゃあ9時作るぞ。フンさんが上で9時さんがここ、じいさんここ、じいさん。よし、今度は10時作ってごらん。回さない方がいいぞ、目が丸で。10時はどうするよ。こう。そう、合ってる。森進化が合ってる。じゃあ今度は、今度合ってる。11時。11時はどうする？こう。正解、正解。あ、ふんさん上だぞ。そうそうそう。11時、11時作るぞ。11時。じゃあ難しい。12時。12時は両方。シュッ、作ってごらん。12時作ってみる。12時。え？正解。12時。ちょっと見せて。正解。正しい。スーパー。オーケー。じゃあこれここ置いといてよ。横へ置いといてよ。じゃあ先生の方見てよ。いやいや、まあいいよ。じゃああくさん見といていいよ。じゃあこっち見てよ。これね、ところどころ数字は抜けてます。1、2っていくよ、3、はい。森下君ちゃんと座って、こっち見て。いくぞ、3、はい。1、2、声悪い、3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。声出てない、声出てない。どうしたの？どっかぶったの？違う。なんかね、ズボンがね、なんかね、硬い。何が硬い？ズボン。ズボンが硬いの？ズボン。ズボンがちょっときついね。ズボンが硬いって話は聞いたことないんだけど、
ズボンが小さい？小さいんだ。あ、あなた大きくなったんだ。そうか。まあそういうことあるんだなって聞いてね。何歳？いやそんな。あんた変わらへんじゃないか、あんただって。あんた何歳よ？え？全然済ましてないで言ってみろ、お前。言わない。え？言わない。あ、4歳。あんた4歳？ねえ。うん。あんた何歳？だから5歳。5歳。あんた何歳？4。4歳？うん。じゃあ誕生日は何月なの？2月。2月か。あんたは何月？10月。僕も10月だけどさ。じゃああんたはもう5歳だ。で、あんたが4歳。そう。いいな、花の4歳。楽しい時だぞ。よい、4歳行こう。じゃあ行くぞ。1、2、行くぞ、3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。じゃあそこそこ抜けてるでしょ。うん、じゃあ先生そこを聞きたいね。まっすぐ上は？12。まっすぐ下は？6。まっすぐ右は？3。まっすぐ左は？9。もう一度の声聞かなかったな。もう一回行くぞ。まっすぐ上は？12。おい、やって聞こえた。まっすぐ下は？6。まっすぐ右は？3。まっすぐ左は？9。いやー、じゃあ難しいぞ。先生が押さえるところはいくつか言ってくださいよ。ここ。2。おいおい。いいか？ここ。おいおい、お前やるな。時計の神様だお前。じゃあここは7。おお、早いだろ。もう頑張るよ。じゃあここは8。おお、早い。今の早かった。じゃあこれは10。早い。じゃあここは11。おお、じゃあ競争、先生もやっていいか。うん。また靴下脱いじゃ、寒いだろお前。靴履いてこい。なんで靴下脱いじゃうの？水虫か？深刻だな。先生だと遅いでしょ。僕ね、負けるの実は子供に。競争しようか？じゃあ行くぞ。負けないように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 。負けないように。そういうのね。まあ行くぞ。お前いいな。じゃあ先生、もういいのいいの、それはなお兄ちゃんだからいいな。あいつな、お前のお兄ちゃんひょうきんだから言っとけ。あ、聞いてるかな。じゃあ行くぞ。よーい、どっちが早いか競争だぞ。はい。よ、1、2の6。負けた。早い。早いなお前。じゃあ今度いいか。1、2の10。今同じぐらいだったな。はい。いや僕の早かったよ。なんで違うよ。お前の早かった。そっき本当？嘘ついて。いやもう一回か。1、2の1、12、2。負けた。2出た？うん。本当？だから、はい、負けだ。僕も負け。もうね、そのだいぶね、頭の働きがね悪くなってる。クン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 。もうね、頭の中がね隙間。はい、自分の頭叩いちゃうからそんな叩いて。僕の頭の中ね隙間だらけになってきちゃうんだよ。年を取って隙間だらけになる頭の中。カン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 な、カンカンって音するだろう。カン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 、え、言ってよ。あ、そうか。じゃあ行くぞ。1、2のここ4。先生の勝ち。今は先生勝ったぞお前。いいな、お前は先生に負けんじゃない。1、2の5。負けた。早っ早っ。1、2の1。負けた。にくいな。お前本当に4歳か？40歳だろ本当は。4。本当？大人みたいな顔してるじゃないかお前。4。本当？お前いくつよ？5。60歳のおじいちゃんみたいな顔してるじゃん。5だよ。本当？じゃあここは1、12、11。じゃあここは10。ここは9。ここは8。ここは7。ここは6。ここは5。ここは4。ここは3。ここは2。ここは1。よし、じゃあ時計早見競争行こう。いいな、うん、先生が見せるカードは何時か早く言ってよ、うん、ヒント、時差を見るんだぞ、時差を。いいな、何時でしょう。12時。2時正解。2時だってさ、時差が1、2のとこ向いてるだろ、うん、じゃあ次行くぞ。何時でしょう。3、2時。これも2時か。3。間違えた先生。じゃあこれは何時でしょう。5時。何？5時。
五時正解じゃこちゃん。じゃあ今度はこれだぞ。行くぞ。一二のこれ。六時。何？六時。これ六時じゃないもん。六時や。六時じゃないってこれ。六時。だってギアさんがさ、下にさあるからさ。一二三四五。あ、六時じゃないか。間違えてる。6時だよこれ。間違えてる。いや僕初め6時行ったって。どう言った？嘘ついてるよ。嘘ついてる。初め6時行ったろ。初めにさ、あのさ、うん、違うって言ってないってさ言って、あのさ6ってさ言ってなかったんだもん。僕言ってなかったか？うん。本当。時々ちょっとおかしくない？嘘つき。じゃあこれはもう、まあ、ごめん忘れちゃうね先生。じゃあ、もう一度こっち何ご準備ですか？何時？本当に11時？うん。こっち見て言わなきゃさ、横見て11時だって全然信用力ねえんだから。いいな？11時。1、2、いいか？先生もやっていい？ダメ。ダメか。じゃあこれ何時だ？3時。何？3時。2時。3時。2時。これ2時かもしれないよ。3時。本当？じゃあ数えてよ。1、2、3時じゃない。じゃあこんな難しいぞ。いいか？一二のこれ。十時。どっち？十時。数えてみる。どっち？十時。十時？うん。もう一度何だこれは。数えてみるか。一二でいくぞ。三はい。一二三四五六七八九十。十時だよ。じゃあ今度これ一二のこっち見て、こっち見て。目離すな。はい。4時、うん、正解。じゃあ難しいぞこれ。6時じゃないこれ。5時じゃないもん。だってあの風さんが下だから。風さん上行ってないもん。風さん上だもん。風さんおじさんも上。違うよ。おじさんがさ、あのさ、こうだよ。風さんの上がこうなってんだよ。こうなんかくっついてんだよ。ほら見てだから見たよ。ジロこうなってるじゃない、ほら。それ何時だ？ん？12時。12時だ。でも嘘ついてる。僕よく嘘ついてるよ。ん？嘘だよ、嘘ついてる。嘘だよ、だって赤が下で。下じゃないの？じいさんが。ここから真ん中上に。真ん中上に来たらこうだもん、これ。もし6時だったらさ、ふんさんが上で、じいさんがこうなってるんだよ、あんた。違うよ。そうだって。違うよ。これがまあじさんの6時。ふんさんが下で。下なってないじゃん。じさんが上じゃん。ああ、ここからスタートしてると思うのか。うん。まあそういう微妙な問題だな。ここがね、時計のおへそがあるとこなのよ。これ真ん中の。ほら。今はこれが仲良くこれくっついて、ふんさんとじさんがこういうふうにくっついてんねんよ。納得？まだ頑張る？まだ頑張るか？よし、12時行って、12時だ、分かったか？認めろ、少しは、また間違えよう、頑張りや。それじゃあこれは？9時、よし、9時な。9時のことね、9時っていうのな。じゃあ森石君、いいか？頭の体操ぞ、競争するぞ、早くよ。1、2のこれ。2時早い。これこれ11時。ありがとう、認めてくれたじゃん。なんだ、12時なのこれな。よし、じゃあこれは4時。早いこの人、時計のチャンプだな。お前10時。ちょっと待って、この人ね全部できる。一人でやってみちゃって、やってみてよ。いい、うん、これ10時。素晴らしい、素晴らしい。まあ、お前。